プッシュ。皆さんこんにちは、加藤です。今回は那須川天心とタケルの試合がですね、今年の年末実現するんじゃないかと言われてる件についてお話ししたいなと思います。ぶっちゃけね、マジで興味ないですね。クソどうでもいいというか、絶対見ないですね、本当に。でどのぐらい興味ないかって言ったらね、例えるとね、なんだろう、北朝鮮の天気予報ぐらい興味ないわ。テレビつけたらさ、明日の北朝鮮の天気は晴れですとか雨ですとかでやってたら、皆さん見ます？見ないでしょ。なんじゃこれって思うじゃないですか。まあ、それぐらい興味ない。でそんなもんよりね、普通に斉藤 VS クレベルとか見たいよね。うん、やっぱり俺 MMA にしか興味ないから、なんかなんだろうな、マジでどうでもいいなって。なんか夢の対決とか言われてるけど、なんだろう、本当に興味ないね。うん、まあだから楽しみにしてる人はそれでいいと思うけど、俺はマジで興味ないなと。あとは朝倉兄弟だね。朝倉兄弟が強い相手にボコボコにされるのをね、すごい見たいなと思ってます。はい、今回は以上です。クッシュ。